まずはお前からだ。死ね。酒チーと飲んだだけで腹壊すさ。人間終わりやな。ほな、飲み直そうか。親父、なんやタクシーのうんちゃんがようあるみたいですわ。はあ？まだ迎えのタクシーなんか呼んでへんで。何やおぬかしとんねん。それが普通のタクシーのうんちゃんやないみたいなんですわ。ああ、ほう、こら決体な運転手さんのお出ましやな。自分らもよう顔を拝んとき。これがあの伝説の男、元東城会四代目会長桐生一馬はんや。おう、コラ君、自己紹介遅れました。わし、七代目近江連合で若頭させてもろてます。直参渡瀬組組長の渡瀬勝っちゅうもんです。よろしゅう。お前が渡瀬。いやいや、しかしまさか桐生藩の方から会いに来てくれると思ってまへんでした。どういう意味だ。どうて、そないなん決まってますやん。わしらが福岡組んだりまで来たんは桐生藩あんたに会うためです。何バカなこと言ってんだ。早いとこ大吾の居場所を教えろ。はあ、居場所って。そないなんは登場会の人間捕まえて聞いたらよろしいがな。とぼけるな。お前らが大吾のことを拉致したんだろう。登場会と山笠組の杯を壊すために。登場会の六代目が行方不明やと噂には聞いとりましたけど、それほんまやったんですか。ちっ、とぼけるのも大概にしろよ。こっちも遊びできたんじゃねえんだ。なるほどなるほど、だんだん話読めてきましたわ。キルハン、ほんでここへ来はったっちゅうわけですか。あんた、わしらが堂島さらったと思ってるわけやな。動機は十分だ。いくらちゃう言うても納得してもらえる雰囲気とちゃいますな。当然だ。ええ顔や。いくら正体隠して生きとってもわしには見えてますせ。あんたの背中の竜が目輝かせとんのが。おしゃべりはいい、早くかかってこい。まずは腕試しや。堂島の竜がなんぼのもんか試させてもらいます。おっしゃ、踊れ遠慮いらん。殺す気で言ったれ。さすがや。そこそこの腕利き連れてきたつもりが、こないあっさりやられてまうとは。まだ腕は落ちてへんようですな。さあ、本当のとこ話してもらおうか。
何の話でしたっけ。ふざけるな。大吾の居場所だ。お前も極道なら潔く口を割ったらどうだ。怖いな。そない怒らんでもええですやん。時間もたっぷりあるんですし。うん、これや、これにしようか。おう、ちょ兄ちゃん、この一番高い酒持ってきて。さあ、キルランもこちらに酒の一杯くらいおふらしてください。どないしました。さあ、お座りください。お待たせいたしました。こちらでよろしいでしょうか。おう、これはほんまに一番高い酒なんか。はい、そうですが。ええから早よかせ。こうして憧れのキルハンと飲めるんや。せめてこんくらいの酒やないとわしの顔潰れてまいますさかい。さ、キリュウハンもどうぞ。ずいぶんなご挨拶でんな。俺は一人飲みが専門でな。あいにく他人と飲む酒は嫌いなんだ。そうでっか。そらちと聞いてた話とちゃいますな。何の話だ。3日前でっか。あんたこの店で自分とこの社長さんと楽しい酒飲んどったらしいじゃないですか。うん。せやからこの店やったら一緒に飲んでくれはると思ってたんやけどな。がっかりですわ。ちょっと待て。お前どこでその話を。わしの大門違いの兄弟分、東城会本部長、会長秘書の青山実からですわ。青山だと。青山は堂島会長の秘書です。つまり堂島会長が知っとることは青山も知っとる。当然あんたがこの町におることも青山は知っとったっちゅうことになります。あんたは最初から青山に目つけられとったんですわ。変な動き専用にね。これで少しはこっちの話聞きとうなったんちゃいます。さあ、お座りください。話してもらおうか。青山との関係について。わしとあの青山っちゅんは1年ほど前杯交わしましてな。大門違いの兄弟分ですわ。だが確かお前は近江の若頭、青山は東城会の本部長。格が違いすぎる。まあわしも最初はあないな下っ端と杯交わすんやなんてヘド出るかと思いましたけど、7代目の勧めでしてな。断りきれんかったんです。そこまでして近江の7代目は東城会との抗争を避けていたということか。その通り。仕方なしの政略杯っちゅうわけです。でも7代目がああなった以上、わしもこっから先は好きにやらさせてもらうつもりです。じゃあお前は裏で青山と内通し、最初から大吾を消すつもりで福岡に来たということか。それはちゃいます。わしは青山から桐生藩の情報を聞いたまでです。堂島会長の件には一切関わってまへん。お前この後に及んでまだそんな嘘。嘘ちゃいます。わしはあんたが福岡におるっちゅうことだけ聞いて福岡まで来たんです。それ以外の目的なんかおまへん。じゃあ聞くが、どうしてそこまでして俺に会う必要があったんだ。お前の目的は近江の8代目の座だろう。俺に会ったところで
何一つ優位に働くことなどないはずだ。分かっとるまへんな、キルハン。わしは跡目争いなんか興味ありまへんのや。わしの興味はもっと先、自分が八代目になった時に起こす東条会との大戦争のことだけですわ。なんだと。八代目なんぞ何もせんでも転がり込んできますわ。わし以外近江の跡目になれる男などおらん。それよりわしが八代目になった時、東条会のトップに誰が座っとんのか、そっちの方が重要なんですわ。何を言ってるんだ。東条会のトップは今も後も第五で変わらない。それが問題なんです。あないなボンボンがトップの組織戦争するに値せん。もっと他にトップに立つべき人間がおるでしょうが。何が言いたい。そう、近江は五代目郷田陣の時代からただの一度も東条会に勝てへんかった。兵隊の数も資金も力も近江の方が勝っとったはずやのに、なんで。ずっとあんたがおったからです、キリュウハン。関西最強の男郷田隆二が仕掛けた戦争の時もそう。あんたは引退した身でありながら、たった一人で近江の関東侵攻を食い止めた。それだけやない、東条会が跡目争いやないふんやらで崩壊しかけとった時も近江は指くわえて見とるしかなかった。それも全て事件の先に桐生一馬という男がおったからです。それは違う。東条会を守ってきたのは大吾だ。俺は自分のやってきたことにけじめをつけるために力を貸したに過ぎない。それです。それがあんたの立ちの悪いとこです。どういう意味だ。見栄もなければ欲もない。そんでもその行動すべてに花がある。せやからその花の匂いを一度嗅いだもんは皆あんたの幻影を追い続ける。きっと堂島大吾もその一人なんやろな。ごたくはもういい。結局のところお前は俺に会って何がしたかったんだ。覚悟決めてもらおう思いましてな。東条会への復帰のね。なんだと。わしにとって東条会は全国制覇のため避けられん敵や。ちゃあけど今の東条会は倒すに値せえんゴミの寄せ集めにしか過ぎん。わしがあの関西の竜郷田隆二を超えるためには周りが納得するような足跡を残さなあかん。そのためにはあんたという明確なライバルが必要なんですわ。せやから何としてもあんたには東条会に復帰してもらう。その話するために福岡まで来たわけです。納得していただけましたやろか。どないしたんですか。まだ話途中ですやろ。どういうつもりですか、キルハン。話は分かった。つまり俺を東条会に戻すためにお前が大吾をさらったということか。話は分かったって。全然分かっとりゃしまへんがな。堂島大吾がいようがいまいがそないなことどうでもええ。わしにとっちゃあんたがここにおることのが問題なんや。もし今堂島が死んだら東条会は内部崩壊するだけや。死にたいの敵と戦うて何が戦や、何が極道や。わしにとっちゃ喧嘩が全てや。金勘定ばかりしくさっとるふぬけの連中とはちゃう。わしは強いやつと喧嘩しそうで薬剤になったんや。せやから東条会には強くなってもらわなあかんねや。
今堂島大吾が死んだらわし以外の大見のやつでも潰すことができてまう。そないな登場かい、わしは困んねや。お前、わしにはわかる。本心はあんたも常に戦いを求めとるはずや。もうカッコつけんのやめましょうや、キリュハン。ヤクザは所詮ヤクザ。わしは今のあんたが退屈そうに見えてしゃあない。登場会に戻ってください。そんでわしと思いっきり喧嘩楽しもうやないですか。どないしました、もうお帰りですか。勘違いするな。俺とお前は違う。お前の極道は死に様、俺の極道は生き様だ。どういう意味ですか。同じ道でも死に向かって戦うのと生きるために戦うのは違うということだ。いずれわかる。ほう、そら楽しみですわ。そったりはどこや。おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、大公が手を出すまでもない。なんや、お前も喧嘩するんとちゃうんか兄弟。まさか。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助太刀せえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。あの人。さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ時間だ、始めようか。あなたはこの喧嘩、俺が引き受ける。四代目。それは昔の話だ。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手だ。まさか四代目、登場会に協力するためにわざわざ。なんと俺を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ただし、ろくに極道の筋も知らないお前らガキが間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。やっぱり来ましたか。青山、どうせまだらめ組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。まだらめはまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。
まったくあなたって人はどこまでお人よしなんだか。マダラメは殺し損ねたんじゃない。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんですよ。なんだと。あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか。もし本気で殺すつもりならあんな中途半端な手は使わない。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ。私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかったんです。それに今マダラメに死んでもらっては都合が悪い。道島会長の行方が分かるまではね。なんだと。マダラメは道島会長とつながっている。道島会長をおびき出すには格好の素材ですから。お前マダラメを使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く堂島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあそれじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか四代目。その前に一つ聞いておきたい。何でしょう。この喧嘩、俺が一人でお前ら全てを始末したら組同士の戦争にはならねえよな。あ、おっしゃってる言葉の意味が分かりませんが。言葉通りの意味だ。俺が一人でお前ら全員倒したらそれは仇とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな。バカな、何を言ってるんだ。桐生さん、八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。待って、言っただろう、山笠組は解散させないって。何をバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい。この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと。そんなわけないだろ。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。なんか人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。渡せ。その条件わしが飲む。キルハンが搭乗会のガキ全員倒したら山笠組との戦争にはさせん。渡せ。何を勝手に。七代目近江連合若頭渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。よし、それじゃ始め。この喧嘩立ち会い人はこのわしや。何をしてるお前ら。四代目だからといって手加減はいらない。行け。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。何をしてるんだお前。こないな場面で茶が弾かれたら立ち会い人としての顔が立たん。
わしの顔に泥塗るつもりはないやろな。くそ、話が違うじゃないか。キリュウを倒したいって言っていたのはお前の方だぞ、兄弟。わしはお前の兵隊だ。自分の喧嘩は自分で仕掛けるわ、ボケが。貴様、情けのある男だって。誰に聞いた？それは誰に聞いたかって聞いてんだ。東条会の子さんの。俺はな、そんなに優しい人間じゃねえ。どんなに素性を隠して生きていてもな、中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は。計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。なんで俺なんだよ。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。いい加減にせえ。東条会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えよ、兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目桐生さんを引っ張り出せばそれでいいって。なんやと。言われたって誰に。誰に言われたんや。それはあんたの兄弟。おい兄弟。喋りすぎですよ大公。お前は森永。こんな再会は嫌だったんですが、四代目。お前動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだお前。最初から大吾を裏切っていたのか。裏切りですか。けなげに働く舎弟を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。青山に打たれた傷は、あれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。まだらめ組長同様、万一のための装備はできていました。はなっから青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。口の軽い極道たちが悪い。桐生さんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て森永。何ですか。目的を聞かれても答える気はありませんよ。お前の目的なんてどうでもいい。だが一つだけ教えてくれ。
相沢はどうした？相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ。答える森永、相沢は今どこにいる？本当にあいつは可愛いやつでした。だが知りすぎた。裏の裏までを。まさかお前、犬吠山の山中に埋葬してきました。私自らの手でちゃんとね。森永、貴様、来るなって言っただろうが。来るな、来るな。あかん、今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。全ての答えは東京にあります。待ってますよ、桐生さん。ことは福岡も札幌も名古屋も今回の絵裏で買い取ったんはかっちゃんちゅうことか。間違いないようです。すでに勝谷会長以下、大阪工業の主力が神室町入りを果たしたとのことです。東上会は何やっとんのじゃい。それがこれっちゅう抵抗もなく事実上の無血会場だったようで、おそらく大阪工業と東上会の間で事前に何らかの取引があったやないかと。ほな蒼天ぶりはどうなっとんのじゃい。ごく一部の施設を除き、ほとんどもぬけの殻だそうで。蒼天ぶりぐらい欲しけりゃくれてやるっちゅうことか。後目に興味なさそうなふりしときながらやってくれるやないか。ほら、何ぼさっとしとんねん。さっさとしたくせんかい。何の支度だか。戦争に決まっとるやろが。わしらも東京乗り込む。勝谷の好きにさせてたまるかい。お前が勝谷。お待ちしていましたよ、桐生一馬さん。冴島、やはりお前も来たか。さあ勝谷、いろいろ話を聞かせてもらおうか。東上会を乗っ取ろうとしていたお前がどうして俺たちをおびき出すようなことをしたのか。お話しするには役者がもう一人足りません。そろそろ来ると思いますが。これはどういうことなんや。勝つや、このボケが。キルラン、それにそっちは確か冴島。さあこれで役者が揃いました。ここでは少し手狭です。場所を移しませんか。
さあ、訳を聞かせてもらおうやないか、かっちゃん。福岡での騒動、それに札幌での真島殺し、全部かっちゃん、お前が東条会乗っ取るために書いた絵なんか。やはりそういうことになっているんですね。はっきり言いましょう。違います。それじゃあなぜわざわざ俺たちをおびき出すような真似をしたんだ。そうしないと黒幕の正体を知ることができないと思ったからです。黒幕やと？そうです。福岡での堂島会長、山賀さん組まだらめ組長の暗殺計画、それに札幌での真島五郎暗殺、そして名古屋での安住高知、東条会近江連合両幹部の事故死、全ては東条会と近江連合を潰すためにある男によって仕組まれた計画だったんですよ。どういうこっちゃ、分かるように説明せ。それが私にも分からないんです。どうしてあの人がこんなことまでして私たちを戦わせる必要があったのか。その謎を知るためにも私たちはここで殺し合わないとならない。殺し合うだと？ええ、おそらくこの事件の黒幕の本当の目的は私たち4人の死です。それもただの死じゃない。ここで直接殺させ合う必要があるんです。漁夫の利ちゅうやつか。平たく言えばそうでしょう。黒幕は近江連合の最大勢力である渡瀬組と大阪工業、それに東条会の象徴とも言うべき桐生さんと佐江島さんを相打ちさせた後で、その全てを奪い取るつもりなんですよ。最小限の労力でね。そこまで分かっているならどうして敵の計画に乗るように動いたんだ。そうでもしなければ敵も正体を表してくれませんからね。私の推測が当たっていれば敵は猜疑心の塊のような人だ。おそらく私たちの戦いが終わった後姿を現すはずです。誰なんだ、お前の頭の中にある黒幕ってのは。それは言っても意味がないでしょう。今俺たちにできることは戦うことだけです。全ての答えを見ることができるのは戦い終わって生き残った人間だけ。なんやこっちゃ、喧嘩嫌いのお前にしては珍しいじゃないか。やる気なんか。せっかくこのメンツが揃ったんだ。理由はどうあれ血が騒ぐのが極道ってもんじゃないですか。渡瀬の兄貴。ま、そりゃそうやな。キルハもどうでっか。ここは一つ敵の手のひらで思いっきり踊るっちゅうのは。渡瀬、どっちにしろ遅かれ早かれあんたとは戦う必要があったんや。今ここでやり合うのも悪ない。この4人が本気で戦えば皆無傷ってわけにはいかないでしょう。最悪全員相打ち。黒幕の計画通り殺し合うことになってしまうかもしれない。でもこの中の誰か一人が生き残ればその男は黒幕の正体を知ることができる。どうでしょう、こうしませんか。もしも自分が生き残った場合は責任を持って今回の東条近江を揉めそのケツを拭くと。
ないしま。その代わり俺が生き残った時は東条会も近江連合も丸ごと一緒に潰してしまうかもしれん。俺は細かい計算はでけへんからな。それでもええか。お好きに。勝ち残ったやつにはそのぐらいの権利はあるでしょう。上等や。つくづくバカな連中だな。要は喧嘩がしてだけなんじゃねえのかお前ら。一つ忘れてるぜ。俺はお前たちよりずっと喧嘩に飢えてきたってこと。キリュウハン。さあドイツからやるんだ。俺はいつ始めてもいい。誰からでも相手するぜ。ほな俺が相手してもらおっか。ええかカツヤ。どうぞ。俺は冴島さんとやらせてもらいます。いいですか冴島さん。好きにせえ。蹴りをつけましょう。はあ。誰が一番強いのか。それに誰がこの事件の幕を引く男なのか。手加減はなしだ。殺すつもりでかかってこい。どないする気流。そろそろどっちが倒れてもおかしないで。ああ。だがやるしかねえ。黒幕がやってくるまでまだ喧嘩をやめるわけにはいかない。そうやな。ほな行くで。その必要はねえ。うっ。やっぱり東京に来てくれたんだな、キリュウ。あいつ、なんでここに。お前は府警四課。違う。あいつはデカなんかやない。あれはうちの親父。親父。まさか。そう、彼がこの事件の黒幕。七代目近江連合会長黒沢翼本人です。あいつが近江連合の会長。今度は足か。やっぱり距離があるとうまく当たんねえな。くそ。おっと、まだネタバラシが終わってねえ。しばらくじっとしといてくれよ。四代目、弾はあと二発入ってる。話を聞いた後、今度はちゃんと頭打ち抜いてやるからよ。どういうことや。これどういうことなんや親父。お、
その様子じゃ全く気づいてなかったようだな。お前を若頭にさせた甲斐があったってもんだぜ。組織のナンバー2がお前みたいなバカならその下の連中を騙すのも簡単だからな。親父、まあそっちの色男は気づいていたようだがな、勝也。何なんだお前の目的は。俺ら東条海側の人間を殺す理由は分かる。だが渡瀬や加瀬はお前の子分だろ。なのになぜ子分、こいつらが。あいにく俺はもっとドライでね、俺が七代目になった時からずっとこいつらを子分だと思ったことなんてなかったよ。なんやと、それが親父分の言う言葉か。手駒さ、こいつらは花から手駒、今夜ここでお前らと一緒に死んでもらうために利用しただけだ。まあ捨て駒にしはよく働いてくれたがね。わし、教えてくれ。俺らのことけなすのは構えん。せやけどあんた、一体何がしたかったんや。渡瀬の兄貴。ほら、今めっちゃ寂しいね。ほら、あんたの命令やったらどないなことでもやってきた。あんたを担いで、日本一の子分になるんが、俺の夢やったからや。せやのに、なんで何も相談してくれへんかったんや。ああ、おやじ！それだよ。お前の魅力が邪魔だったんだよ。何やと？コビも売らなきゃ計算もしねえ。てめえの好きなように暴れて好きなように動くだけだ。だがそれでもお前の周りには人が集まっていく。お前の魅力に引きつけられてな。勝也にしてもそうだ。着飾って見てはいるものの、やり方は渡すと同じ。てめえのカリスマだけで組織が動くもんだと思ってやがる。俺はな、お前らみてえに泥も飲むことなく、てめえのカリスマだけで綺麗に極道やってるやつが大嫌いなんだよ。親父、いいか、ヤクザってのは所詮バカの集まりだ。だが組長ってのはそんなバカども操ってなんぼだ。いくらてめえにカリスマがあったところで、そのカリスマに群がったバカどもは組織にとってはクズにしか過ぎない。知恵のねえヤクザはただのゴミだ。お前らのやり方じゃ、このまま極道社会がゴミだめになっちまうんだよ。強い奴と喧嘩したい、親友を守りたい、夢を託したい、命を張りたい。お前らが夢を語れば語るほど、その夢にバカが群がっていく。だがそのバカは金も稼げない大バカ野郎たちだ。これ以上お前らがいるとな、目障りなんだよ。まずはお前からだ。死ね。よかった。
じゃ。おい、カッタン、しっかりせよ。おい、なんでや、カッタン、なんで俺のこと守ったんや。おい、だって兄貴がいなかったら大海が八代目ついてくる。分かったからするな、分かった。おい、カッタ、おい、カッタ。今からそっち行って決着つけたるわい。決着か、バカらしい。そんなボロボロの体でよくそんなセリフが吐けたもんだな。まだ弾は一発残ってる。先に死にてえ方は手を挙げろ。なら俺が死のうか。1ヶ月ぶりですかね。黒沢会長、堂島大吾。大吾、どうしてここが。福岡で青山の裏切りに気づいた後、ずっとあなたのことを追いかけてたんでね。少し時間がかかってしまいましたが。追いかけるだと。ええ、名古屋で内野あずみと近江連合の高知が殺されたことで確信しました。今回の一連の騒動、東条会の地方組織との杯交渉、それを阻止しようとする近江連合という敵対構図があるのか。なぜか名古屋では東条会と近江連合の両幹部が殺されるという事態が起こった。これまで実態のなかった名古屋組が急に動き出したのには何か理由があるはず。それを探る必要がありました。じゃあ名古屋で品田っていう元野球選手使って名古屋組のことを調べてた男ってのは。俺です。名古屋組を背後で動かしてる人間は誰か、それが分かれば今回の騒動をコントロールしようとしている人間も誰かわかる。そういうことです。おかげでこうしてあなたにたどり着くことができました。なるほどね。どこで俺が怪しいと感づいた。あなたに病気のことを聞かされた時です。なんだと。あの時確かにあなたは顔色も悪く体を壊しているように見えた。だが目だけは違った。あの目は何か大きな仕事をする前の男の目。余命いくばくもない人間のものじゃなかった。目は嘘をつけなかったってことか。じゃあなんでお前は俺が怪しいと踏みながら地方の組織と杯を交わすような行動に出たんだ。ろくな結果にならないことは分かっていたはずだ。こっちはこっちでいろいろあってね。組織は一度大きくなりすぎると海がたまる。その海を一掃するにはいい機会だと思いましてね。真島さんと相談し、あえてあなたの描いた絵に乗ることにしたんですよ。お前の目的は東条会に入り込んだ裏切り者の一掃ってわけか。俺はあんたと違って目先だけを見ているわけじゃない。もっと遠い未来の東条会の在り方を考えてるつもりなんでね。そのためには一度どこかで
全国の極道組織の長と面を突き合わせなきゃならない。いい勉強させてもらいましたよ。さあ会長、難しい話はこれで終わりにしましょう。あんたと俺が殺し合えばそれで全ては終わる。病気の話が本当なのかは分からないが、どちらにしろ行く先短い命なんでしょう。何のことだ。このビルにあんたが登っていくのを見たとき確信しましたよ。昔のあんたならこんなやり方はしなかったはずだ。堂々と向こう側のビルの屋上に姿を現し、彼らをその手で殺したはず。だがあんたはそうしなかった。桐生さんたちと直接戦うことを恐れたからだ。今の自分に彼らとやり合えるだけの力はない、そう思った。違いますか、黒沢会長。お互い3万人の組織の頂点に立つ人間としてふさわしい引き際にしましょう。三途の川を渡るくらいまでは肩貸しますから。おい、何やってんだ大吾、やめろ。桐生さん、冴島さん、後のことは任せましたよ。大吾、お前、これでやっと俺も六代目って胸張って言えますかね、桐生さん。なぜ狙わないんだ。選んでください。せめて極道らしく自分自身でけじめをつけるのか、それともこういう形でしかけじめを取れないのか。選んでください。さあ。あいにくそのどちらも的外れな選択肢だ。そうか。どこまでも甘い男だ。情けなんぞかけたら命取りになるぞ。工業のなんでお前がそこにおるんじゃ、カナエ。お前、勝也を裏切ったのか。大吾、大吾。キユ、話してくれ。大吾が、大吾が。とまあこういうことだ。ふざけるなお前、どこ行く気だ。今からそっち行ってぶっ殺してやる。まあいくらお前が叫んだところでこいつは助からない。それより今後の心配をしたらどうだ。例の可愛いお嬢ちゃんのこととかな。はるかの、お前はるかに何しよってんだ。おい答えろ。
答えろ黒沢、答えろ、おい黒沢、黒沢。どうしてそれが来るとこうなるんだ。どうして誰かが犠牲にならなきゃならないんだ。なんでだ、なんでなんだ。なあ兄ちゃん、一つ聞いていいか。例えば兄ちゃんやったら、同じ夢を追いかけた仲間が殺された時、夢と復讐どっち取る？復讐ですね、間違いなく。でもそいつが復讐を望んでいないんだとしたら、夢を取ります。そいつの夢も叶えるためにね。それが仲間ってもんじゃないですか。悪かったな、いきなり話しかけて。ほな、しぶといね。まだや、あと少しで次の部隊が到着する。もうこの町は終わりなんや。何？誰や、あいつら。黒沢の親父の息のかかった連中は全部こっちで始末した。何やと。踊れらが自分勝手な夢描いてる間に、わしらはわしらでもっと大きな夢に向かって動いとった。山笠組に来た方組、東条会に近江連合、皆堂島に真島、それに桐生藩と戦うことで互いに繋がれた絆なんや。
もう踊れらの好きにはさせん。踊れらの敵はこの国の極道全員じゃ。近江連合は今日までただの一度も頭を下げたことはない。それが近江が最強たるゆえんや。せやけど今日だけは頭下げさせてもらう。秋山藩世話になった。どうや、ただの金貸しが極道の上に立った気分は。いや、あんまりいいもんじゃないね。あんたって人の器のでかさが身に染みてわかるよ。あとは桐生さんがどう締めくくるか、それだけか。ちょっと何やってるの。次の曲始まるわよ。はるか、実は皆さんにどうしても話しておかなければならないことがあります。今私がこのステージの上に立てているのは決して自分一人の力ではありません。私を支えてくれた事務所の社長やマネージャー、ダメな私を見捨てずに指導してくれた先生方、プリンセスリーグで互いに競い合ったライバルたち、そして何よりもこんな私のことを応援してくれるみんなのおかげです。でもそんなみんなに隠していたことがあります。それは私の家族のことです。私はずっと自分の親の顔を知らずに育ちました。親のいない私にとって養護施設で一緒に暮らす子供たちや面倒を見てくれるおじさんは本当の家族以上に大切な存在でした。でもその大好きなみんなから私は離れてしまいました。アイドルとしてデビューするためです。何やってんだあいつは。警備に指示して止めさせろ。はい。アイドルって
女の子なら誰もが一度は夢に見ますよね。もちろん私もそうでした。でも私にはそれ以上に決して裕福とは言えない現実がありました。私は自分がアイドルになって成功することで養護施設の経営を助けられると思いました。しかしそれは同時に私と私をこれまで育ててくれた大事な人との絆を断ち切ることにつながったんです。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。けど今はもうおじさんのことを家族とは呼んじゃいけないんです。それでも私、後悔はしてません。私にこの世界を見せてくれた事務所の社長には言葉にはできないくらいの感謝をしています。毎日が新鮮な驚きに満ちていて、嬉しいこと、楽しいこと、辛いこと、悲しいこと、たくさんありました。これからもそんな生活が続くのかと思うと心がワクワクします。けどファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。今日この舞台に立って私にとって何が一番大事なのかやっと分かりました。だからもうこれ以上歌うことはできません。私は桐生一馬の家族です。